感謝の祈り、就寝の前の祈り、限りなく優しくあれ、愛の大河の中で、大川隆法。就寝の前の祈り、主よ、今日一日、健やかに過ごさせていただきまして、誠にありがとうございます。私は心の底から感謝申し上げます。今日、私は多くの人に出会うことができました。多くの人たちに笑顔を与えることができました。多くの人たちの幸福を願うことができました。また、ありがたいことに、今日も新しい学びがありました。私が学んだことは、決して知識だけではありません。人の心に触れ、その経験に触れて、珠玉のごとき光を放つ学びを手に入れることができました。この学びを大切にしていきたいと思います。そして今日の私が昨日までの私よりも確かに一歩前進したと思えることがとてもとても幸せなことであると思えるのです。今日の一日にも未熟なことが数多くあったと思います。まだまだ至らぬところが数多くあったと思います。そうした私であるにもかかわらず、温かく見守ってくださったあなたの大きな心に感謝いたします。そして願わくば明日目が覚めてまた素晴らしい一日がスタートできますように、この夜の睡眠の間に気力も体力も回復し、また元気いっぱいの一日を送れますように、多くの人々の幸福のために生きることができますように、多くの人々の幸福のために生きることが自分の幸福であると思えるような、そうした自分になりますように、主よ、どうもありがとうございました。